おはようございます。今日はですね、3月16日の朝5時9分でございます。今日の一風堂で朝が始まります。できたと思いますので開けてみますね。お、ちょっとね、じゃカメラを動かします。ほら、真上から見るとこんな感じで、これからちょっとこう混ぜるんですよ。そうすると麺がほぐれていって、ほぐれた麺にこのスープとかね、火薬が絶妙に絡むと。で、絡んでるうちにこの大きなチャーシューがですね、だんだん壊れていくんですけども、その壊れ目にやっぱりスープがね、どんどん染み込んでいって、実はちょっとほぐれたチャーシューはさらに美味しくなるということでございます。さあ、いいんじゃないですか。絶妙になってきましたね。はい、今日はちょっとね、固めです。ちょっと硬い、針金とまでいかないですけども、バリカタぐらいもいかないですね。ちょっとだけ硬いよって感じですね。それでは今日も一風堂いただきます。楽しみなこの瞬間。最初の一口がね、とっても美味しいんですよね。ともあれね、やっぱりこれだけ1週間今日で連続だと思うんですけども、なんか太ってきたような気がします。でもこれね、太ってきた気がするだけなんですよ。先入観ですね。ラーメンを食べると太るっていうのは、やっぱりラーメンを食べるところだけじゃなくて、他の生活習慣も見ないと本当に太るのかどうか分かりませんからね。うまい。もはやですね、美味しいものを食べるということは太るというデメリットも込みでなんですよ。いいことばっかりじゃないです。いいことと悪いことは抱き合わせ。それでも食べる覚悟があるかということでございます。私はある。おいしい。今日も目が覚めたぞ。